お前、ついにそこまで来たか。上杉君、この水着はどうですか？あなたが急に言うものだから慌てて買ってきたんです。みんな喜んでいましたよ。今年は夏らしいことをしてませんでしたから。そりゃよかった。上杉君とみんなが会うことはもう避けられないのでしょうか。上杉君、みんなはあっちです。おい、すみません、やっぱ隠れて。終わった。どうする、やめとくか。やめるなんて意識してるみたいじゃないですか。なんだ。あなたは相変わらず頭でっかちですね。あれこれ考えるよりやってみてわかることもあると思いますよ。手握れば平気か。